あえる松山は愛媛県松山市にある複合商業施設。大街道商店街の入り口に立地する。2008年に旧体新設計に基づく建築物だったため閉店したファッションビルのラフォーレ原宿松山跡地に新しい情報発信の場をコンセプトに竣工した複合商業施設である。地上13階建て、 延べ床面積約1万千平方メートル、商業施設、ブライダル、ホテルで構成されている。会える松山という名称は、アート、イート、ライフの頭文字からなる、会えるに、新しい人、文化、暮らし、そして新しい未来に、会える喜びを届ける場所にしたいという思いを込めて、命名された。当初、松山市の中心市街地活性化基本計画では、 建物を取り壊した後地に新たに地上2階、地下1階の商業ビルを2010年の開業を目指すと基本計画されていたが2009年11月にラフォーレ原宿運営会社の森ビルが発表した再開発計画案では地上14階、地下1階のホテル併設の複合型商業施設を建設することが記されていた1階から5階までをファッション、雑貨、 飲食店などのフロアに6階から14階までをホテルとして計画しており、2010年6月に松山市森ビル地権者との間で話し合いが進められ、2011年には工事に着手し2013年の完成を予定していた。しかしその後、森ビルの都市開発事業本部の担当者は敷地面積がそこまで広くなく、 ホテル併設の複合型商業施設は、相乗効果が十分に見込めないとし、ホテル併設の計画を断念。新たに、地上を6階、地下1階とする規模を大幅に縮小した計画に変更した。新しいビルには、国土交通省の有料建築物等整備事業が活用されて、国と市から補助金が出ることが決定した。二千十二年二月、 再三面などを再検討した森ビルは後地に再びホテル併設の複合型商業施設案の計画再検討を発表。松山市に対してもホテル併設の複合型商業施設案での補助金申請を伝えた。計画は当初の地上14階地下1階を基本計画とし、地元企業からの出資の可能性も含めて検討しているとした。森ビルは2012年に 現在の建物を取り壊し2014年の完成を目指すと発表した。最終的にビルの規模は地上13階にすることで落ち着き、1.2階を商業施設、3.4階を日本セレモニー運営のブライダル施設、5から13階はカンデオホスピタリティマネジメントが全国展開するカンデオホテルズがそれぞれ入居することになった。ラフォーレ原宿。 松山は当初よりも遅れて2013年10月から解体され、翌年4月から新しいビルの本体工事を着工、2015年7月23日に竣工した。1階エントランス周辺1.2階の商業ゾーンは30から40歳を中心とした感性が高くトレンドをリードする層をターゲットに、 新業態や西日本初出店を含む計5店舗が出店。1階には四国初出店となる広島県発のインポートセレクトショップパリゴ国内3店舗目の出店となるカジュアルレストランのセラフィナニューヨークが入居。2階には大街道のアキラや書店が地方書店の新業態モデルである提案型店舗としてセレンディプアキラや書店を移転オープンさせる。 同フロアは床材が統一されており、旅行代理店のヒズや愛媛県西条市で創業した、コーヒー専門店、ブランチコーヒー、今治タオル専門店、いり他を展開するエイトワンの新業態、ブランチコーヒーバイエートワンが入居し、本が持ち込めるようになっている。さらに売り場の一角には、地元アイテレビが運営する、サテライトスタジオが、アイ、 スタジオウィズ・アキラや書店の名称で併設され、生中継による番組放映やインターネット番組が配信される予定である。3.4階のブライダルゾーンは洗練された光のチャペル、高級感のあるスタイリッシュなバンケットを完備した新しい都市型ウェディング施設、ザ・グライトが入居する。5から13階には客室数215室を要する新しいスタイルのホテル、 カンデオホテルズ松山大街道が入居する。展望露天風呂スカイスパでは目の前に松山城を一望することができる。ありがとうございます。